全身用意前へ。ダンマルポムポムであります。今日のサバイバル術は太陽光で卵料理を作る。以前に太陽光でご飯を炊いた動画を投稿したんですけども、それと同じ原理で料理します。ご機嫌遊ばせおしゃれ。空き缶を用意します。ヘルメットよ。自衛隊御用達アイテム、黒のビニールテープ。生卵を入れます。今日はお水とかも何も入れずに直接入れて蒸し卵、焼き卵にしたいと思います。卵を入れたらエルモの口を閉じてビニールテープで閉じます。ジップロックに入れます。中央に置いて、で太陽の向きに合わせて、前回も説明したんですけど、この太陽光を使った調理方法の最低条件3つ。太陽の光を集める、集めた光を熱に変える、その熱を逃がさずに保温する。この3点が最低条件必要になります。それを全て網羅したのがこちら。これでしばらく放置します。置いて3分しか経ってへんやん。もうめちゃくちゃ熱い。弱火のフライパンぐらい熱い。5時間放置しました。もう冷めてる。すっごい熱い。カイロのマグマぐらい熱い。期待できる。初弾発射。弾着。今。は。今。は。割れた。あ。お。うわ。火通ってる。うわ。とろみ見たことある。プルンプルン、半熟。うわー、プルプル。あ、でも固まってる。ちゃんといただきます。ねっとりとろーり。黄身はねっとり塊気味なんだけど、白身がすっごいもうとろっとろなので、これは間違いなく温泉卵。温泉卵を通常作るときは65度から68度の温度で30分ぐらいつけておくとできるんですけど、ということは太陽光で65度から68度ぐらいは上がったってことかな。めっちゃ美味しい。ただ炎天下で何時間も放置した卵ってなんか腐ってないかちょっと怖いっていうのはあるんですけど、一応料理はできました。決して私は人
そこともゆで卵を作ろうとは言ってない。温泉卵を作りたかったのだ。大成功ということで、太陽光で料理をするソーラークッカーでした。今日も最後まで見てくれてありがとく。大型ダンプ毎月連載中のアームズマガジン、全国書店さんで販売中です。チャンネル登録もよろしくお願いしますのす。